エールの部屋へようこそ。この番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。脳汁太郎さんでございますね。はい、お世話になります。何か説明しづらいんですけど、日常生活の中でふとした瞬間に掴んだとか、もしかしたらとか仮説が浮かぶことがあります。吉谷さんもこうした感覚が起こることってありますか？もしありましたらどういう時に起こることが多いでしょうか？あとは最初にそういう感覚が起こったのはいつ頃なのかなど、もしあったら知りたいです。自分は今今日は自分で書いていてもかなり抽象的に質問になってしまいましたということで、これはビジネスをこう始めてからかな。要はそのすいません、なんかそのアイディア浮かぶとかですよ。この収録してる今日もなんか降ってきて、あ、そうだこうしようみたいなね、あ、そうやればいいじゃんみたいな降ってきましたね。あ、そうだちょっと忘れ、すいません、今収録しながらアイデア浮かんだやつが忘れてたすいません、よかった、ちょっと iPhone でメモっといていいですか。そう、どうしようかなと思ってたんですよ。そう、今ちょっと収録しながら思い出した。その朝、僕朝風呂いつも入るんですけど、朝風呂入ってる時にアイデアがふと降りてきて、あ、これやればいいじゃんと思って、でもそれちょっと忘れてましたね、すっかり。ありがとうございます、脳汁太郎さん。そう、よかった。これちょっとメモっとこう。だからまあ、あれですよね。ビジネスを始めてからかな。まあもちろんビジネスを始める前もなんかあったのかもしれないですけど、それはなんかちょっと忘れちゃいましたね。そのガキの頃掴んだとか、もしかしたらとか、なんかそういうのはガキの頃のやつは忘れちゃいましたね。まあ基本的にまあ常にやっぱビジネスのことかんずっとなんか考えてる部分はあるので、やっぱずっと考えてるとつながるっていうことがありますよね。ずっと意識、考えてるというよりかはビジネスのことを意識して生きて、意識して生活しているので今は。だからその意識の中で、だからそのあれですよ、夢に出てくる時もあります、アイディアみたいなのも。だからこれもね、よくね、その研究してなんか開発してる人とかもそうだと思うんですけど、なんかずっとその開発、その発明家の人とかもずっとそれを意識して生活してるわけじゃないですか。だから多分その意識が結局夢の中でこうなんかでこうつながってパーンって出てきたりとかするんでしょうね。こう全く意識してないで降ってくるってことはあんまないと思いますよ、多分。なんかずっと意識してるというか、なんか根本潜在意識の中でこう意識ずっとなんかその動いてるみたいな、動かないとつながらないというかね、動いてる、何かが動いてるからこうつながるんですよね、多分。全く動いてないでいきなりつながるっていうことはないですよ。でなぜならば、そのなんだろうな、受け取れない、キャッチできない、動いてないから、その意識が動いてないから。だから例えば来てるんだけど掴んだと思わない。要はなんだろうな、なんだろうな、脳汁太郎さんがなんか僕を掴んだと思うんですけども、それもなんかネットで稼ぎたいっていう意識の延長線上だと思うんですよ。全く1ミリもネットでなんか稼ぎたいっていう意識がない状態で僕を掴めないと思うんですよね。そう、だからそのもしかしたらこの人っていうのもなんかその、なんだ、ネットで稼ぎたいっていうその なんかその前提条件はあったはずなんですよ、意識は。だから情報を探してたんだろうし、だから情報を探してないし興味ないけど、例えばですよ、脳汁太郎さんがネットでその脳汁垂らして、その何も買ってません、ネットに興味ありませんっていう状況下で、友達にね、この人面白いよっていう風に動画送られてきたとしても、多分つかめないと思いますよ、僕。この吉谷ってやつがなんか面白いんだけどちょっと見てみって言われても何もつかめないと思いますね、多分。
何が面白いんだみたいな、ネット興味ねえしみたいな話ですよね。だから大事なのはやっぱなんか意識を持って生きてるか生きてないかっていう、何に意識を持ってるかっていうところが結局掴んだとか、もしかしたらっていうその発見とかアイデアとか、なんかその降りてくるって降りてくるというかね、つながるというか、まあそういうのがあるんじゃないかなと思いますね。だ特にやっぱね、鹿児島で独立してからがやっぱ多いっちゃ多いですね。やっぱ会社の時もやっぱずっと考えてたんですけど、なんですかね、やっぱ会社の場合って会社のことも考えないといけないですよ。なんだろうな、まあ分かりやすく言うと従業員のことを考えないといけないですよ。従業員の〇〇さんがこうで、こういう状況だからこうしないといけないなとか、あ、この、じゃあ、その、アルバイトをどうやって採用しようとかね、今度の子どうしようとか、なんかその、そういうこと考えないといけなかったんで、だから弟子雇った時も、弟子大変でしたよ。その弟子のことも考えないといけないし、従業員のことも考えないといけないし、会社全体の売り上げのことも考えないといけないし、めちゃくちゃ大変でしたね。もう神経死にましたね、あれは。弟子にも気使わないといけないし、従業員、バイトにも気使わないといけないし、会社の全体のこと気にしないといけないし。だからなんだろうな、意識がいろんなとこに行ってましたよね。でも今は、起業してからはもう全部自分なんで、会社のことっていうか、まあ一応僕も会社やってますけど、なんだろうな、そういう、なんかそういうことを考えなくていいんですよ。ね、その従業員のそのバイトのとか、なんかそういう周りのことをあんま考えなくていいので、だから自分にこう意識をこう持っていけますよね。だから自分の生き方だったりとか、自分の売り上げですよね。もう自分の売り上げですよ。だからあとは自分に興味ありますって来てくれた人と向き合えるんですよね。だからなんだろうな、もう本当に集中してできる。で昔はその集中が分散してたんで、だから鹿児島で独立してからはやっぱ結構そういうことは多いですよね。そういうふうにその浮かぶ、なんか頭の中でこう浮かぶことっていうのは多くなったと思います。だからそのキャンペーンどうしようかなってやっぱ考えたりとか意識してると、ふっとねつながって、あ、これいいじゃんみたいなね。あ、もしかしたらこれちょっと取り入れたらこうなんじゃねとかね。なんかやっぱ敏感に受け取れますよね、いろんなことが。いろんなあの私生活、なんかスーパーに行っても、なんだろうな、スーパーのなんか新製品のなんかのキャッチコピー見ても、あ、これ使えんじゃねみたいなね。あ、このコピーいいなとか、なんかより吸収できるようになりましたよね。どんな些細なことでも結構。そう。だからね、そう。なんか意識してると、まあちょっとね、これ放送日がもう1月なんであれですけども、なんだ。まあ年末にね、もう売ってると思いますけども、ドリームアカデミアのトライアルコースか。トライアルコース、僕、もうやめようと思ったんですよ。やめようと思ったんですけども、まあいろんなことをこう考えたりとか、いろんなことがこうつながって、まあトライアルコースをアップデートしてやることにして、でなおかつそのロゴも変更するときも、そのなんかそういうことに意識がいってるから、そのなんかルルちゃんですら巻き込んでいくみたいなね。まあトライアルコースのロゴがね、ルルちゃんになったんですけど、ルルちゃんがいるようになったんですけど、なんか全部吸収していくから巻き込んでいくっていう、ルルちゃんの物語すらもう巻き込んでいくみたいな話で、でもそれはもうなんか意識がそのビジネスっていうことをずっと意識してるんで吸収できるってことですね。ルルちゃんすら吸収できるっていう、まあ実際にもうロゴのモチーフになって、ルルちゃんになりましたんで、バシッと。でそれがなんかつながったなっていう。アドバンスコースのロゴもユニバー君っていう5、6年前に僕が保護した猫がモチーフになってるんですよ。で ドリームアカデミアの鳥は、僕がもう本当に小さい頃から鳥を見て、鳥の自由に羽ばたいてる姿を見て、あ、自由に羽ばたきたいっていう、なんかそういう願望、憧れっていうのがあったんですよね。鳥のように羽ばたき、自由になりたいな、あんなに気持ちいいなっていう。
でそれはもうね本コースで鳥は入れてるので、うん、なんかねアドバンスコースとトライアルコースに関してはもうなんか本当にハマったなと思いますね。なんか物語の中にしっかりとこうハマったなっていうなんかすごい感じはしますね。うん、はい。まあということで、まあいつからかと言われると、まああれですね、まあ特に多いのは鹿児島で起業してからの方が多いかな。はい。まあやっぱ意識ですね。意識、どんな意識を持って生活してるかによって受け取れるものが、あの、大きさが変わってくるってことですよね。あと数とか大きさだったりとか深さだったりとか。でもその、何も意識せず、ボケーっと生きてたら、そうはならないと思いますね。なぜ発明家はアイデアが出るのか。それは発明するという意識を持ってずっと過ごしてるからなんですよ。多分、僕の見解ですよ。なぜ発明家は発明できるのかっていうと、発明に意識をね、他の人の何十倍も発明に対してのパッションだったり情熱だったり意識っていうのを向けてるから発明できると僕は思ってるんですね。だから発明できるから発明家じゃないんですよ。僕からすると発明したいっていう意識を持ってるから発明できるんですよね。まあちょっとこれよくわかんないかもしれないですけどね。みんなは多分ね、なんかその才能があって、なんかその才能があって発明できるんじゃないかみたいな、なんかそういう、なんかそのセンスがあるとか才能があるとか、なんかそういうのがあるからきっと発明できるんだろうなっていう思ってる人が多いかもしれないですけど、違くて、いや他の人より相当意識が発明にいってるだけであって、だからアイデアも浮かんでくる、なんか降りてくるっていうね、天から降りてくるみたいなね、その天から降りてきたのをつかめるのはその意識があるからって話ですね。はい、ということでいろいろお話しさせていただきましたけど、こんな感じかな。はい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。